今日の動画、人によってはかなり刺激的な内容となっております。閲覧注意です。はい、こんにちは。信屋本店のノブです。あらかじめ言っておきます。今日はヘアの話ではございません。体のお話ですね。で、内容はですね、ちょっと人によってはかなり嫌悪感を示すようなお話かもしれません。きっと、異論反論もたくさん来るんじゃないかなと、そんな風に思っておりますが、視聴者さんからですね、質問をいただきましたので、そちらに答えるという形で進めていきたいと思います。まっちゃんまつこさんから。ノブさん、いつも楽しく動画見ております。脱洗剤を実践中の自分です。ノブさんは歯磨き粉を使わないとおっしゃっておりました。もしかしたら今回の動画の趣旨と違うかもしれませんが、外出先から帰宅した時などはうがい薬でうがいをしたりしますか？二極化がよろしくないとのことですから、必要に応じてとも思うのですが、ノブさんみたいなかっこいいメンズを目指しております。参考までに伺えたらと思います。よろしくお願い申し上げます。はい、こんな質問をいただきました。コメントの中でですね、脱洗剤とありましたが、これはですね、私ノブがもう15年前から実践しております。体に洗剤を使わない、頭はシャンプーで洗わない、顔は洗顔料で洗わない、体はボディーソープで洗わない、手は石鹸で洗わない、お口の中は歯磨き粉を使わない、こういった生活をしているということを過去に動画でお話しさせていただいたんですが、今回のこのまっちゃんまつこさんはですね、それを実践していると。そこで聞きたいのは、うがい薬はどうですかというお話です。さて、いつもね見てくれてる方はこのノブという男はですね、かなり変わった男だということはご存知だと思いますが、初めて見る方であったりね、最近見始めてくれた方は、もしかするとこの先のお話かなりびっくりされるかもしれませんが、ご興味のある方だけどうぞ最後までじっくりとご覧ください。では行ってみよう。はい、では早速参りましょう。今回のこのうがい薬を使いますかという話なんですが、結論から言いますと、うがい薬使いません。というかですね、ここからかなりびっくりされる方いらっしゃると思いますが、私の部はですね、子供の頃からただの一度も外出から帰って手洗いうがいというものをしたことがありません。うがい薬どころかうがいというものをしたことがないんですね。ちなみになんですが、これ聞いたらね、もっとびっくりしちゃうと思うんですが、行った後手を洗いません。この話を聞くとですね、大半の方はゲゲと思うと思います。じゃあなぜノブさんがそういった生活をしているのかということなんですが、単純に面倒くさいことしたくない、たったこれだけの話なんですが、よくよく考えてみるとですね、それをしたことによって何かが防げるであるとか、それをしないことによって重大なことが起こる、こういった前提が分かっていればというかね、体験していればノブさんもするようになると思うのよ、今回のお話で言うと、うがい薬を使ってうがいをすると自分にとってメリットが感じられる、そういったことがあればきっとうがい薬を使うでしょう。がそもそもうがいすらしてない人間がですね、誰よりも風邪をひかないんですね。これは不思議なもんでですね、あくまでも手洗いうがいをしないから体が丈夫と言いたいわけではないということは理解してください。ただし、子供の頃から一度も手洗いうがいをしてないのに、別に人よりも何か病気にかかりやすいとかね、しょっちゅう風邪ひいて熱出しちゃう、そういったことはないんです。むしろ逆なんですね。現実がそうなんですよね。それはあなたがたまたまそういった体質に生まれただけでしょと言われたら、確かにそうなのかもしれませんが、これまでそういったことをしないでも何も起こらなかったんですね。当然、さっきも言いましたが、ピーに行った後に、手を洗わない、このことによって何か重大なことが起きたかというと、ただの一度も起こったことがないんです。子供の頃から刷り込まれた常識というのかな、まあノブさん的に言わせてもらうと、もう洗脳に限りなく近い、洗脳なんてことはあんま良くないのかもしれないんだけど、こうしないといけませんよと、こうしないとこんなことになっちゃうよみたいなことってね、たくさんあるとは思うんだけど、だから今でもやってしまっているという方がたくさんいらっしゃると思うんだけどね。じゃあ同じ人間がそれをした場合としなかった場合、比べることができるでしょうかということなのね。ノブさんは実際にそういったことをしないで何も起こってないということを実体験として持っています。ではあなたはどうでしょうかという話なのね。今回のうがい薬のお話で、進めていくと、うがい薬でうがいをしたから風邪をひかないとかね、うがい薬って風邪ひかないためにするんだよね、確かね。ノブさんはよくわかんないんだけど、
まあ、またはうがい薬を使うことによって何かとてつもないメリットを実感できたからうがい薬を使うという方いらっしゃるんでしょうかね。もっと突っ込んだ言い方をすると、うがい薬を使わなかったから何か自分にとってデメリットがあったということが現実的に実感できた人というのはいるんでしょうか。これとても重要なお話だと思うんだよね。これ以外にもですね、さっきも言いました、同じ人間がそれをした場合としなかった場合が比較できない、そういったもので、世の中に商品が生み出されているということはたくさんあるなと思うんだよね。かなりここからね、 YouTube さん的に危険な橋を渡りますね。ここ数年、世界中を巻き込んだフェスティバルがありましたね。一大キャンペーンが、その時のプシュプシュとかね、そういったものもやった場合とやってない場合、同じ人間がやった場合、やってから3年間過ごした、やらずに3年間過ごした、どっちがどうだったかってこと、比較はできるんでしょうかね。ノブさん的にはできるもんじゃないんじゃないかなと思います。ね、科学者でもなければね、大学の教授でもないので、そういったことはわからないんで、所詮ね、中卒のおじさんなので、よくわかりませんが、冷静に考えてみると、ノブさんがプシュッとやった3年間とやらなかった3年間、どう違ったのかということは誰にも検証できないんじゃないかなと思ったりするわけね。ちょっと話がそれましたが、そういった理由で実体験として、自分がこれでよしと思ったものをやると。そういった性分なんです。なので、うがい薬はこの先一生使うことはないんじゃないかなと思います。といったことでね、今回体のお話しさせていただきました。ちなみに健康診断もただの一度も受けたことがないですね。具合が悪くないのに病院に行くということはないです。もうちょっと詳しく言うと、きっとね、怪我や火傷、そういった外科的な外傷っていうのかな、そういったことを骨折しちゃったとかね、ばっくり切っちゃって縫わなきゃいけないと、そういった時は病院に行くでしょうが、熱が出た、喉が痛い、頭が痛い、お腹が痛いぐらいで病院に行くという発想はないですね。これまで行ったことがないです。20歳の時に盲腸で入院しました。それと今から14年前、うつ病になりました。この2回はね、当然病院に行ったんですが、基本普段から薬は一切飲まないし、病院には全く近づかないと、そういった生活をしております。別にね、今回のこのお話、みんなもそうしろなんていうつもりでさらさらないですよ。病院が好き、薬が好きという人もいるでしょう。そして病院や薬ですごくその恩恵をね、授かったという人もいるでしょう。でもノブさんはそういったことがないので、そうしてますという、たったそれだけのお話です。今回ね、異論反論いろいろ思うところあると思います。そうだそうだと思ってくれた方もいるかもしれません。いろんな風にね、受け取る方いらっしゃると思いますが、私ノブの個人のお話、質問に対してお答えさせていただきましたということで、参考になれば幸いです。現場からは以上です。では今日も最後までお付き合いありがとうございました。告知させていただきます。来たる4月16日夕方5時からライブハウスよりライブ配信をさせていただきます。メンバーは私ノブはもちろん、ノブやバンド勢ぞろいでお届けしますので、ぜひこの日スケジュールのチェックをよろしくお願いいたします。そしてこのノブや本店ノブというチャンネルにはサブチャンネルがございます。その名もノブや音楽館です。こちらは過去のライブ配信の演奏シーンだけ切り取って、ほんのちょっとおしゃべりをしようと短い動画、毎週日曜日の夜9時にお届けしております。つまり明日です。こちらはですね、大人女子の皆さんの大好きな昭和の名曲を中心に、私の方が心を込めて歌っておりますので、ぜひこちらも可愛がっていてください。 URL はコメント欄の方に載せておきます。てな感じで、なるほど納得と感じているのでは、ぜひチャンネル登録&高評価ボタンよろしくお願いします。では次は明日の信屋音楽館で会いましょう。じゃんけんぽい、チョキでした。では恒例の、私女に生まれてよかった、そして俺男に生まれてよかった、 OK、ありがとう。さっきからこれ気になってたな、これピロンってなってる、まあ、いっか。